はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、質問をいただきましたので、その質問をですね、ちょっと実験形式でですね、お答えしていこうと思います。で、今回のその質問というのはですね、僕の炭酸生態スプレーのその粒子であったりとか、スプレーのその噴射というんですかね、それが他のメーカーと何が違うんですかということを問い合わせありました。で、今までですね、僕は動画では撮ってなかったんですよね。あまり他の他社さんと比較することなかったんですけども、あまりにもたくさん多い質問なんで、今回ですね、他社のメーカーのものがこう見えないようにしながらですね、どんだけ違うかって実験を含めてですね、今回やっていきたいと思います。はい、で、まずですね、スプレーが僕のところにですね、他のメーカーさんのものがあります。で、なるべくね、見えないようにしていきたいと思うんですけども、1つ目1、2、3つ目がですね、自分のこの炭酸生態スプレー、これをですね、使っていきたいと思います。はい、では1つ目いきますね。はい、見えないようにしてもらってね。はい、見えてないですね。で、このままこの黒い紙にですね、横にどれぐらい噴射するかというのを見ていただきたいと思います。では、いきます。シュッ。あれ、もう一回。シュッ。あんまり見えないですね。シュッ。こんな感じです。はい。これはちょっと僕も予想外の展開なので、ちょっとびっくりしましたけども。では次、二つ目いきますね。はい、ではいきます。はい、よーい、スタート。あ、これちょっと見えるようになりましたね。もう一回いきましょう。こんな感じ。はい、これ全てですね、平等にワンプッシュしております。もちろんですね、新品のものを使っております。はい、で、3つ目この炭酸生態スプレーですね、これはですね、ちょっと堂々と見せながらやりたいと思うんですけども、このままいきますね。はい、ワンプッシュいきます。よーい、スタート。シュッ。おー、はい、こんな感じですね。カメラのフレームアウトするぐらいまで噴射するっていうことなんですけども、まあ、これがですね、なぜ違うかというとですね、僕のスプレーの、諸説いろいろあるんですけど、無香料、無添加、無着色っていうですね、自然由来のものが、使われるとですね、かなり噴射する力があるみたいなんですよ。それと、ノズルにですね、ちょっとこう一工夫、二工夫しててですね、これもね、僕今作ってるのが3代目なので、実は、初代の方はですね、安治式有馬温泉炭酸スプレーという名前なんですけども、その時はですね、ここまで噴射が強くなかったんですよ。で、いろんなお声を聞きながら、粒子を細かくするであったりとか、噴射の力を強くするであったりとか、そういうものを工夫して今このノズルになってるんですけども、今見ていただいたように、この他社さんとも比べてもですね、かなり、もうこれ変な話、3倍、5倍ぐらいですね、噴射の量が違います。で、僕がですね、ここにこだわった理由は、使っていただいてですね、僕のその生態に来なくてもいいようなイメージで僕は作ってるんですよね。で、なるべくなら、たっぷりたくさんかけていただくことによって、効果をですね、実感していただきたい。そういう思いでですね、僕は作ったんですね。で、このスプレー感というのはですね、中がその圧力であったりとかはもう限界決まってるんですよ。メーカーに問わずですね、もう物理的にこれ不可能なんですよ、これ以上圧力を加えるっていうのは。なので、あとはここの工夫が必要になってくるんですね。押しやすさであったりとか、そのノズルのその細かさを、ノズルのその噴射するためのその細かさであったりとか、そういうものをですね、工夫しているものなんで、今ね、1、2、3というメーカーのものをね、使ったんですけども、こういう結果になっております。まあ、これがですね、参考になれば、もしですね、あなたもちょっとこういろいろね、炭酸生態スプレーに似たようなものがたくさんあると思いますんで、よかったらね、一度僕のものを試してもらえたらなと思いますんで、また概要欄に貼っておきます。はい、まあ、これですね、今日は質問をお答えさせていただく、まあ、動画となりましたんで、またね、いろんな質問お待ちしておりますんで、よかったらですね、どしどしコメントください。はい、ではですね、また次回お会いしましょう。さようなら。